さあ、まあ、準備はできたということですかね。あのですね、前からちょっとあれですね、前からヨシト君の話をちょっとしましょうか。まあ、これからの試合についても紹介しましょうかね。第2試合タッグマッチ30分、一本勝負、ミヤビン一本 VS、ヤマトのナンバー引き受けもということでですね、これあの、この間デビューを行った、そうですね、ミヤビンと一本に関して、はい、あの昨日リングでももらったということで、そうですね、はい、ミヤビンはなんとなくありますけど、一本は何でしょうかね。はい、あのですね、1トンがですね、小さな巨人という、小さな巨人です。ほんと小さいんですよ。めっちゃ小さい、小さいんですけど、1トンなんですよ。昨日小さな巨人で聞いてありますよ、はい、でも全然、そんな太ってもないですよ。太ってもないですよ、1トンなんですよ。適当ですね。そういうのが学生プロレスアーラーなんですよ、はい、僕なんて名前あれですよ、ハンバーガーですよ。いいじゃないですか。ハンバーガーってすごくないですか。ハンバーガー、僕ハンバーガーのやつだと思いました。特に好きでもないのに、ね、だって君、ひかしぼう弁慶さんじゃないですか。太っちょだからね。いや、ひとっちょだからねっていうか、ひかし棒がすごいから。はい、まあそうですけど、乗ってるからなんですけども、まあ、じゃあ、何人じゃ行きましょうかね。準備が整ったということで、準備が整いましたか。まだかな。まあまあまあ、そうですね、まあ、うん、さあ、じゃあ準備が整ったということで行きましょうかね。はい、先ほどとは違いタックマッチということで、2対2の勝負になっております。最初に出てくるのが青コーナーが1トン、最初どう見ても1トンないですよね。で、赤コーナーが矢野トーランバル。さあ、始まりました。第38回福岡流通センター祭り大会当選の部、第2回タックマッチ30分1本勝負、ミヤビン一度組 VS 矢野トーランバイヒゲモン。さあ、最初出てくるのが矢野トーランバイ、はい、1年生の一本を押していましたね。さあ、クリンクレイク、まあ、先ほども言ったんですけど、名前から見たらやたらと小さいこの一本でございますから、キャッチコピーも小さな巨人というか、はい、そうですね、史上最強の矛盾ですよね。はい、そうですよね。小さなの巨人って何ですか。詐欺って言っても過言ではないということで確かに、はい、一本でさ、すごいでかいの出てくるかなと思ったのだけ、ちっちゃいということですね。そうですね、あるある詐欺ってやつじゃないでしょうか。一本あるある詐欺ですよ。で、その今、それぞれが矢野トーランバイ選手なんですけど、矢野トーランバイ選手はキャッチコピーがピーチボーイということで、はい、なんでピーチボーイなんですか。そうですね、この男なんと世にも珍しい桃アレルギーの持ち主もございます。はい、桃、はい、アレルギーなのでピーチボーイですね。はい、彼はなんとですね、アルバイト中汗だくになってお客様からもらったお水をですね、はい、そのまま中身をしたら飲んでやみたいなんですよ。はい、そしたらこの味なんだろうと、この味なんだろう、味わったことない、飲んだことないなと思ってふと思い出したんですよ。はい、あ、遥か昔に飲んだあの曲をそうなんです。そうなんです、桃だったんです。そう、それはなんと桃水でございました。桃水で、はい、そのままですね、呼吸困難を起こし長期欠場していたという、そうですね、前回まで休
ントされたという、はい、だからピーチボーイです、はい、過去にサンドの最初の顔を見たという伝説の男でございます、まあ、当然アレルギー持ちなんでその味が分かんないじゃないですか。そうです、なんか不思議な味がするって感じ、なんだこの新しい味が、あとは皆さんも食べたことない味、それがまたかと桃でございます、まあ、アレルギーだからね、食べたことない当たり前なんですけど、まあ、それで桃を食べて倒れたという、だからヒリクリもピーチボーイ、まあ、ピーチボーイ、まあ、ピーチボーイがスタートアップするのは燃えるお父さん、ヒグモですね、はい、これ燃えるお父さんということはですね、はい、のお父さんで息子さんの息子さんがいるんです、はい、いらっしゃるということです、はい、 OB さんですね、はい、もうあれですね、入れ出しからなんか違いますよね、そうですね、明らかこの学生に囲まれている中学生っぽくないですよね、今日は応援に来てらっしゃるんですよ、皆さんの方は、さあ応援に来てらっしゃるのかっていうと、それは本人に聞かないとわからないですね、さあ足を押さえ、あー痛いですね、学生の膝小僧を殺してきてるんですね、はい、まあ小僧、まあ自らに小僧みたいな形でやった、さあ押していった、そのまま出てくるのが、はい、ギの名前をもらいました、はい、ミヤビン、ミヤビン、はい、ミヤビンですね、はい、ミヤビン選手はですね、ここプロレス研究部に入る前にですね、ちょっとボクシングをして、おお、なかなか機会が欲しいんですね、はい、そうなんですよ、ボクシングをしてたらプロレス研究部に入ったということで、はい、ですね、まあ、ちょっと期待されてるんですけど、はい、ちょっと名前がミヤビンということで、なかなか高いですね、過去に名前が付けられてくれなかった先輩方がいるということですね、はい、しかしあのボクシングをやっていたっていうことなんですけど、日に日にもプロレスグーパンチで殴ることを禁止されてるんですよ、そうなんですね、何も使えないって学んだことが、そうですね、瞬発力くらいじゃないですか、はい、はい、ボクシングを培った、あと体ですかね、そうですね、はい、運動神経がすごい良い選手なんですね、なるほど、成長に期待ですね、それさあ、燃え男のヒーローがですね、レッドロックで絞ってきた、さあ、ここで、あー、さあ、この体格のさ、レッドロックを無視していきますね、今あれですよね、タックルに持ち込もうとしたんですよね、そうです、相手をロープに振ってそれをやり返そうとしたんですけども、これなかなか投げさせてくれないか、さあ、ここでまだまだ一層燃えるお父さん、そうですね、坊主相手にですね、なかなか離さないそのヒットアップ、はい、さあ、もう一度いくか、さあ、ここは坊主摩擦力で成功率なかなか高いので離れますね、そうですね、あー、これはボーコシップ、あーっと、後頭を引き受けて、さあ、強烈なラグビーが入っていく、さあ、そのままタッチ、さあ、あと、なかなか息が合わない、そうですね、仲が悪いと伺います、この2人が割っていいんですかね、仲が悪い、なかなかタッチするんで、さあ、このボディーシュバメ、さあ、ラグビーカップ、さあ、ここ足を離れていく、いや結構ビルカに防戦行くみたいな形なんですけども、そうですよね、やっぱデビューしたてということで技がない、そうですね、さあここで技が来ない、ガンダムそんなことなんて言うのか、ただこんなハムリーですね、お父さん燃え上げたら逆とアドバイスをお答えください、なんかここでやっぱお父さん教える息子みたいな形だと言ってしまう、ピーチボーイがですね、今恥ずかしそうにですね、足かけるのやめます、ラオサピーチみたいに真っ暗になっています、さあここ焦っているのか焦っているのか、先輩だからですね、ちょっといいところ見てほしいですね、はい、期待しますけどね、スターの腕を取って、さあ、むちゃくちゃ決めてますね、そうなんですよね、やっぱもうガツ当たりですね、もう払い手で言わんばかりにこうグイグイと絞っていく、5分経過、さあ、早くも5分経過しますけどね、さあ、追い込まれてきます、先輩、あーっと、さあ、そこまで一本始まってしまった、あーっと、エロー、バイト君の忍法ポーズですね、忍者にはなったんですかね、忍者使えないって何言うの、忍者使えないで忍法使えない、はい、そういうことですね、はい、そしてここで出てくるのが嫌ですね、ここのアートを押しちゃうんです、さあ来るのが一トンでございます、さあ小さな巨人、自分聞いたんですよ、この小さな巨人って自分で付けたらしいんですよ、キャッチフィー、そうですよ、一トン選手がですね、何が巨人なんだ、あーっとレッグラリアットの優しいホールワン、あーっと、はい、まあこの小さな巨人イントンですけど、高校でこの男もある部活をやっていたんですけども、します何やってたんですか、なんとこの男、世にもまた世にも珍しい強行でございます、強
と。恐怖。いや珍しくはないけど、珍しくない。紹介するまでもないようなあのプロレスとの関係性が見当たらない。ロープワーク競歩でしてくれるんですかね。多分やってくれるんですよ。ロープワーク競歩くらいしかないじゃないですか。全然走った方が良くないって感じですよね。そうそう。まあ、今日も速い、今日が速いってことは、まあ、足も速いということで。そうですね、まあ、スタミナとかもついてるからね。ああ、そういうことですね。はい、そういうことを言いたかったです。はい、さあ、どうぞ。足と頭に回ってきましたね。うまいですね。はい、まあ、これ自分の足は相手の足に絡めて逃げられないようにして、はい。膝のサポーター見てくれればわかると思うんですが、はい、ちょっとやっぱりですね、OB、ヒグモ選手、膝にガタがついているんですよね。そうですね、膝にもだいぶあれなので、膝にガタがついているということで、はい、やっぱ弱点を狙っていく、はい、っていうことは危険じゃないでしょうか。そうですね、さっき弱点を狙って、エンドウェルボー甘いんじゃ、さあ、甘いんじゃと言いますよ。お前は甘いんじゃ、イットン。こんなもんか。あーっと、エルボーが顔面に入っている。さーっと、タックルそれはいけない。いやダメだろ。大宮のガッツリグーパンチダメだろ、この光景。さあ、そして見せるのは、オレサム。さあ、娘には見せられない姿を今やってしまいましたけども。そのお父さん嫌だって言われそうですが。グーパンチするお父さんは嫌だって言われそうなんですけども。ああ、そうですね。あのですね、今、一冊によると、ヒグモはですね、グレタとこうやって教育していこうと思ってるんですよ。はいそうですね、ある意味 DJ っていうことじゃないですか。グレタ息子にお前ダメだろってボディスタンプするみたいですね。TGT さあこれを息子のためさあ実はですねイットン選手、はい、シャオリーという技が使えるんです。シャオリー&バレンマスター、あのバキで有名なさあもうやばいぞ、もうそろそろやばいぞ。イットン選手シャオリー出したらスリーカード返せないということで、はい、ガチで完全だけど大根技は向こうにするというシャオリーなんですか。強烈な膝が入って、バンバンバン、さあ何が出すんです。さあ走って走って走って、うわー、ミスタスアウトランニング、ペナルティー、ゴーバイサー、キュキュキュ、マジかマジか。さあ怖いな、逆目が覚め、追い打ちだ。さあ負けは来て、タクバカはヒグモに捕まっている。さあこれは逃げられるのは腰を下ろした。ああこれは終わった。8分59秒視聴者矢野討論杯。さあ勝ったのは矢野討論杯ということですね。セミファイナルということで、はいはい。